で抗議行動を行っています。福島第一原発事故発生から2年が経ちました。いまだに事故は収束せず、先日も停電事故などが起きています。しかもそれが発表が遅れるという事態、このままでは安心して出すことができません。だいぶ違います。では6時になりました。いつまでたっても福島第一原発、事故を収束できない東京電力への抗議、これから開始いたします。事故Yeah!
電子レンジ黙れ、電子レンジ黙れ、国土を返せ、国土を返せ、空気を返せ、空気を返せ、わざとあの事故を起こしてるようなもんなんです。あれは
原発事故っていうのは正しくない。あれは原発爆発事件だ。あなた方が原発を爆発させたんです。それと同じこと。そして今もまだあなた方の持っている原発には燃料を入れたままですね。柏崎刈羽はいつでも動かそうとしている。それはあなた方が何にも反省もせずにまだこれから事故を起こそうとしているってことなんです。だから俺たちは頭してるんだ。お仲間の関西電力があなた方の集大を見ながらも、そしてあの時はまだ1年しか経ってなかったんだけども、1年経っても収束もできてない、燃料がどこにあるのかもわからない溶けたものが、そういうような状態で関西電力はあなた方のお仲間は原発を動かした。何の反省もできてないだからですよ。そして繰り返し言うけど、あなた方も同じようにまた原発を爆発させようとしてるんです。だから怒ってるんだ。いい加減にしてください。酒酔い運転ってのありますね。あれは酒酔いの状態で車を運転することが殺人に相当する。殺人を犯す可能性が十分ある。だから重い罪とされてるんです。あなた方のやってることが酒酔い運転と同じなんですよ。もちろん規模は全然違うけどね。いい加減あなた俺らに本気で見せられる前に他のやり方で空向いてる方法を考えないと本当に俺たち見捨てますよ。みんなあなた方メガ電力からの独立をもう図ろうとしてるんです。いいですか。あなた方は顧客の命、顧客の人生をむちゃくちゃにしてるんです。いかにそれを悟ってください。原子力から手を引け。原発いらない。
爪の涙ぐらいしか払ってないってのはどういうわけだろう。この金はどこ行ってんだよ。そうだよ、就職させるために使ってんじゃねえのかよ。そうだ、そんなにだ。それがここへ来て危うい事故を起こして原因は何だって。ネズミ野郎、その場ちょっと撮影の方はご遠慮ください。後ろの方で原発をね、動かしてね、今ね、40年ぐらい経ったんですね。で、こうやって事故がね、えらい事故が40年で起こしてるわけです。で、このね、地震国の日本で、こんなに地震がたくさんある国に54基もあるんですよ、54基。これね、あと40年経ったらもう1回起きると考えるのが自然です。1回で済めばいいですよ。でも40年で1回起きた。この地震のね、あのね、原発たくさんある国あります。でもね、こんなにね地震の多い国はね、日本だけなんですよ。日本はね、本当にね、地震が、まるっきり地震があるところに、こんだけのたくさんの原発がある。でね、原発をね、原発が稼働すると、燃料棒が燃えて、死の灰を含んだ燃料棒がたくさんできるわけですね。使用済み核燃料ってやつです。それをね、どうすると思います？あのね、10万年地中に埋めとくと無害化するんだって。ふざけんじゃねえよ。そうだ、何が10万年だろうな。あのね、日本列島ができて、あんたどのくらいだと思ってんの。1万年ですよ。日本列島が出て1万年しか経ってないのよ。それを10万年保存するんだ。ふざけんじゃないよ。そんなことできるわけないじゃないか。あのね、2000年前、日本はね、1000年前、2000年前の記録ないんですよ。そんなもんね、100年前の記録だってね、あるかないかわかんない。この間ね、東海原発が、一番最初にできた原発が、廃炉にしようと思った。そうしたらね、40年ぐらい前の、原発ですよ。そしたらね、設計図ねえって言うんだから、もう残ってないって言うんだよ。そんなね、状態のものを10万年ほどずつって一体何なんだと。こんなふざけたね、原発は即刻やめて、とにかく今からすぐに廃炉作業を全部する。それしかね、方法ないんですよ。
今ハンドマイクなのでちょっと顔小さくないなって人は手を挙げていただくと後ろの方にも行きます。お仕事お疲れ様です。いい加減にしてください。2年経って仮仮設の電源ってどういうことですか。昔から何かあるたびに大丈夫だ大丈夫だって言ってごまかしてきたツケが今事故を起こしてもまだ残ってるんじゃないですか。思えば昭和64年福島第二原発で再循環ポンプが壊れた時やめとけばよかったんですよ。2002年シラウドランドのひげ割れ全部隠してたのがバレた時にやめとけばよかったんですよ。2003年原発が全部止まった時にやめとけばよかったんですよ。ふざけるんじゃないよ。
説明しろよ。なんで電源が落ちたんだよ。ネズミじゃないだろう。ちゃんと情報を公開しろ。あんな過酷な条件の中で何が起きるか。一番起きるのは人為的ミスじゃないのか。みんな作業者も辛い思いをして必死に仕事してるんだろう。絶対ミスは起きるんだよ。そうだ、起きるんだよ。ちゃんと本当のことを流せよ。東京電力が何かあるたびに流してきた情報は全部嘘だったろ。今回も全然嘘だろ。ちゃんと情報を流せ。お前らまだこの日本をちゃんと立て直したいと思ってるのはちゃんとやれよ。作らないでいい加減なことばっかりやって金もかけずに福井ちゃんもうお前ら見捨ててんじゃないのか。もう何十年もこの状態で持つわけないって諦めてんじゃないのか。お前ら電車通ります。そして壊れたら逃げる気なのかよ。いい加減にしろ。まともな情報を流せ。いつまでたっても隠蔽体質を改めない東京電力へスピッコール。嘘をつくな。嘘をつくな。
失礼します。皆さんこんばんは、野村翔平と言います。9月になると78歳になります。住まいは江戸川区です。去年の6月半ばから雨の日を除き自転車で毎週参加しています。30年前に敦賀原発1号機の定期点検でサービス立ち上げに対して作業の経験もあります。私は東電はあれだけの事故を起こしながら責任を回避し、なおも再稼働に向けて準備を進めていることに抗議して電気料金の分割払いを始めて4ヶ月になりました。簡単な入門です。どうか皆さんもやってみてください。ステップ1から3まであります。ステップ1、大引き落としをやめて振り込み用紙までにします。ステップ2、郵便局からの払い込み取扱証の金額訂正欄にチェックマークを入れて払い込み金額から1円だけを少なく記入し訂正円を押して振り込みます。ステップ3、電力会社から1円の振込証が送られてきます。振り込んでおしまいです。これは電力会社に出向き抗議のできない足腰の弱い人、忙しい人、それから警備に当たっている丸の内警察署の人、今日は機動隊の方見てないようですけども、まあいらっしゃれば機動隊も対象になります。はい、うちに帰りましたら家族の皆さんと相談してください。郵便局に2回も足を運びますから時間に余裕のある当日向きの作業です。
Thank you.
害に遭った人たちに早く補償する。あなたたちは柏崎刈放を再稼働させるよりも、こ